バカなことを言うな、カイト。今日から材木置き場で寝起きをするだと？うん、そうだよ。喉の炎症を治すには冷たくて正常な空気が一番だときっとも言っていただろうが、この船で最も清潔な場所はどこだ？船長室だよ。でもジェフリー、あなたと一緒の部屋にいるのがまずいんだ。こうやって布で口を覆っていれば大丈夫かなって思ってたけど、朝になったら外れてたし。本当に危険なんだ。危険だと？たかが風に大げさな。俺は健康だし、体力も有り余るほどだ。病気も取り付く島がないだろうさ。この通り、お前さんと一夜を共にしてもピンピンしているしな。幸いね。だけど、イングランドに戻るまでは大事を取らないと。忘れていないと思うけど、ビセンテが俺を逃がしてくれたのは、フェリペ2世を裏切っていることがバレて追い詰められたラウルが腹いせに俺を殺そうとしたからだ。彼らの争いにどう決着がついたかは知らない。でも事情が許せば追撃をしてくるかもしれないだろう。嘘だ、ヴィンセントは追ってこない。でも今はこう言うしかない。無事にプリマスにたどり着くまではジェフリーたちに病気のことを知られても感染させてもいけない。重要なのはみんなの疑惑を集めることなく隔離された環境を作ることなんだ。確かに油断は大敵だ。しかし、じゃあこうしない。下に行くのは寝るときだけ。昼間はキャビンかあなたの目の届くところにいる。俺だって離れたくないよ。でも航海中は何が起こるかわからないし、機体の預言者も自分の未来は占えないしな。うん、分かったよ。とりあえずそれで手を打ってやる。ありがとう。さあ、また嘘をつかなきゃなんない。心が痛い。誰よりも大事に思う人を欺き続ける痛み。いつかはこの苦しみにも慣れる時が来るのかな。松岡夏樹原作ドラマ CD フレッシュ&ブラッド第13巻。カイト、お前を取り戻してようやくぐっすり眠れるようになると思っていたらこのざまだ。3日も絶食しているライオンみたいに不機嫌だ。ここまで寝つきが悪いなんて。はあ、いい加減諦めたら。俺がキャビンボーイになる前までは一人で寝てたんでしょ。俺はお前を煩わせているらしいな。そんな別に俺は。お前が戻って何もかも以前と同じになると思っていたんだが、どうやら勝手が違うようだ。ジェフリー、離れていたくないと言ったのは嘘か？日がなつきまとう男は鬱陶しいのか？そんなこと言ってない。ここに、あなたの隣に戻りたかった。ずっと一緒にいたい。その気持ちは少しも変わってないよ。だが、俺といても、お前は別のことを考えている。気づいていないと思ったか？俺と話すのは当たり障りのないことばかり。その間、お前の心はどこか遠くをさまよっている。未だに、お前のチェストの中に大事にしまい込まれている黒いダブレット、そいつをよこした男のことでも考えているのか？違う。あれこれ考えてたのは認めるよ。どうして咳が止まらないんだろうとか、このまま何事もなくイングランドに帰れるのかなとか、戻れたとしてまたウォルシンガムに召喚されたらどうしようって心配事は山積みだし、言われるまでヴィセンテのくれた上着のことも忘れてたよ。秘書長官殿をどうやり過ごすかか。そういう話こそ俺とするべきだ。はあ、よかった、分かってくれた。
ありがとう。でも話したところですっきりするわけでもないんだ。この場では大丈夫だと思ってもしばらくするとまた漠然と不安になるっていうか、しぶとい風のせいで気がめいっているのかも。早く治さないとな。元気になったらやらなきゃならないことが山ほどあるぞ。まずは髪を染め直す。だいぶ次元が伸びてまだらになってしまったからな。それから仕立て屋を呼んで黒い服を新調する。ああそうだ、ロンドンで注文した赤い服も届いているぞ。あれに合わせてチョーカも買わないと。楽しそうなこの顔をずっと見つめていたい。俺のせいで悲しませたくない。このまま時間が止まってくれたら、病気のことを告白した時のジェフリーの反応を想像すると怖いよ。おはよう、メイト。カイト、今起こしに行こうと思っていたんだ。少し顔色が悪いな。昨夜はよく眠れなかったのか。ううん、ぐっすりだよ。だったらいいが。何？頭がどうかした？ひどい寝癖だ。あちこち飛び跳ねて鳥の巣みたいになっているぞ。ナイジェルの指が俺の髪を優しくすく。自分では見えないから直せないだろう。これでいい。ありがとう。以前染め直したばかりの時は傷んでいたが、あの滑らかな手触りが戻ってきたな。意識しすぎちゃいけない。ナイジェルへの態度を変えるつもりはないんだ。大事な海の兄弟、頼りになるメイト。思いを寄せられていると知った今も彼を好きだという気持ちに揺らぎはない。でも親しくしすぎてもいけない。ジェフリーはプリマスに戻ったら染め直せって言ってたよ。そうしたらまたパサついちゃうかもね。お前もそうしたいのか？え？お前自身が染め直したいと思っているのか？ずっと赤くしてたし、だから今度も。染めたいのなら反対はしないが、元の色、この純粋な黒も悪くない。俺はいつも黒い服を着ているが特に好きなわけじゃない。むしろ名前の由来となったその色にわだかまりを感じていた。だが俺にこの洗礼名を与えた神父が思い描いたのがお前の髪のような黒だったなら、わだかまりも消え去るだろう。感謝してもいい。こんなにも美しい色なのだからな。褒められて嬉しいけど、これじゃあ黒髪に戻すのもためらっちゃうよ。ナイジェルに気に入られようとしているみたいだもん。困る、困るよ。どんな顔していいのかわからない。気は変わらないか？やはり染めるか？うん。そうか。まあ赤い髪も本当に似合っているからな。ああ、そういえばスペインでハーブを手に入れたんだ。風邪をひいていたり食欲がない時などに飲むらしい。試してみるか。ハーブ、サンキューさ。では湯をもらいに行こう。ナイジェルも俺の緊張に気づいてて気まずくならないようにしているんだ。急に態度を変えて俺に疎ましがられないように。でもナイジェルを嫌うなんてありえない。一緒にいて落ち着ける。さりげなくそばにいてくれて、悩んでいる時には相談に乗ってくれる。何か起こると彼の姿を探すのが癖になっていたこともあった。時にはジェフリーよりも頼りにしていたぐらいで、俺のことが好きだったのにジェフリーとの仲を引き裂くような真似もせず、どうすれば俺の気持ちが晴れるのかを親身に考えてくれた。自分が報われないことは承知の上で、俺はナイジェルが好きだ。もう前みたいに甘えすぎちゃいけない。気持ちに応えられないなら思わせぶりな態度を取っちゃダメなんだ。
ジェフリー、お前カイトをどうするつもりだ。このままプリマスに帰ったらまたもやロンドン召喚は免れない。あの子を奪還するためにスペインに行ったことはウォルシンガム閣下の耳にも入っているはずだからな。だろうな。用心深い男だからプリマスにもすでに網が張られているはずだ。例によってウォード殿あたりが出張してきているんじゃないか。あいつか。でどうする？テーマー加工でボートを下ろす。乗るのはカイトとキッド、お前だ。それに漕ぎ手が数人。俺も一緒。残ってもいいぞ。ウォルシンガムの覚えが悪くなっても構わないなら。おっと、そうだった。叫びたりの戦場生活のせいだな。今回のスペイン行きは閣下に秘密だったってことをすっかり忘れていた。つまり意気揚々とウォードが乗り込んできた時にはもうすでにずらかっているって寸法か。でその後は？人目につかないよう夜を待って上陸し、町外れにある俺の屋敷で落ち合う。舵取りはユアンに任せるつもりだ。あいつなら間違いはない。カイトのことをウォードに聞かれたらなんて答えるつもりだ？救出は失敗したと。申し合わせたように鎮痛な面持ちをした乗務員に囲まれて 2,3 人涙ぐませておくのもいいな。その芝居を見ることができないのは何とも残念だが、嘘がバレた時はどうする？俺たちの脱出を目の当たりにした艦長はラウルデトレドだけだ。カイトによればそのトレドもサンティリアナたちに捕らえられたらしい。とすれば国を裏切ったトレドの行く先は牢獄以外にない。つまりこの先ウォルシンガムと連絡を取り合うことも不可能というわけだ。それで彼の口は塞げるかもしれない。だがまだサンティリアナがいる。確かにな。問題はスペイン側がことを公にするかどうかだ。イングランド海賊の国内侵入を許しただけではなく、保護していた少年を奪われたとあっては面目が丸つぶれだからな。戦争直前でピリピリしている時期にそんな真似をすれば旧帝人の不安や失望感をかきたてるだけだろう。カディス襲撃に続いてまたかとな。だから今回は沈黙を守ると？俺はそう踏んでいる。カイトの予言の力を知る者はごく少数だったそうだから、姿が見えなくなっても騒ぎになる可能性は低い。たとえ話題になったとしても適当な理由をでっち上げれば済むことだ。そして真実は永久に闇の中か。ま、陰謀渦巻く宮廷じゃ珍しくもないがね。だが今の話はお前さんの希望的観測に過ぎない。たとえスペイン側が公にしなかったとしても、サンティリアナが我が国に舞い戻ればウォルシンガム閣下はカイトの生存を確信するぞ。俺も永遠に騙し通せるとは思っていない。欲しいのはカイトが以前のように動けるようになるまでの猶予だ。逃亡生活ってのは体よりも心に負担をかけるってことを知らんのか？追跡してくるのが閣下の時はなおさらだ。辛抱するのはそう長いことじゃない。じきに対スペイン戦の準備が始まって宮廷はてんてこまんになる。しかもその頃には公開シーズンも始まるから、俺たちが行方をくれますのもより簡単になるというわけだ。それが国家への反逆とみなされたら？解散前に戻ってりゃ問題ないだろう。スペイン野郎が現れたら存分に戦ってやるさ。そしてカイトの予言通り圧倒的な勝利をものにしてみせる。そうすればいかに顔面な秘書長官殿でもあの子を断罪することは諦めるだろう。確かにそうだ。坊やが敵に通じていたらイングランドの勝利もないだろうしな。閣下は面白くないだろうが、ただでさえ多忙なお人だ。お前の言うようにそれ以上の無駄足は踏むまいよ。ウォルシンガムの気質に通じているキッドの賛同が得られたのはやはり心強いな。カイトは何としても俺が守る。と口にするのはたやすいが、女王も一目置くような権力者を出し抜くのは簡単じゃない。ところで
賢明なる友よ。なんだ。一つ腑に落ちないことがある。言ってみろ。サンティリアーナはなぜカイトを解放する気になったんだろうな。やはり引っかかりを覚えているのは俺だけではなかった。カイトの話ではトレドよりも彼の方が数では勝っていたんだよな。そして最初こそ混乱したもののすぐに巻き返した。だったらカイトの身柄を確保したままトレドを追跡することも可能だったんじゃないのか。同感だ。だから俺も同じ問いをカイトにぶつけてみた。おお、答えは。正確なところはわからないだとさ。なんだそりゃ。トレドは逃げ出す前にサンティリアーナに脅しをかけたらしい。自分は失敗したが、まだ仲間がいる。余計なことをして危機をもたらしたカイトを決して許さない。必ずや命を奪うだろう。カイトをどこに隠しても無駄だと。案外素直なやつだな。そんな決まり文句を真に受けたのか。さあな。しかし警備が厳重なはずのエスコリアルでカイトが毒殺されかかったことを思い出したのかもしれん。あいつにとって重要なのは予言の力よりもカイト自身の命だったんだろうよ。どんな類かはいざ知らず、坊やに対する愛情は本物だったからな。しかし今の話を聞いても疑問が晴れるどころかますます深まる感じだな。カイトが材木置き場で寝起きしているのはお前に風邪をうつさないためと、サンティリアナが追いかけてきた時に大変だからという理由だろう。そうだ。一旦は逃がしたものの気を変えるかもしれないと恐れている。長年ウォルシンガム閣下の追跡をかわし続け苔にしてきた男だ。用心深く物事を冷静に判断し、並外れて意志も強い。その彼が苦労を嘆く我が物とした坊やをあっさり解放したというのも驚きだ。ああ、しかしそんなことよりも一旦下した決断を早々に翻すかもしれないという話の方が俺には信じがたいね。サンティリアーナみたいな男がことを起こすときは熟考の末最良と思われる選択をする。結論に至ったときはもはや迷いはないんだ。後悔するぐらいなら最初からしないだろう。俺たちよりも長くあいつのそばにいたカイトがそれを知らないはずはないんだがな。同感だ。カイトに対するサンティアーナの執着は度を越していた。トレドに脅迫されたぐらいで諦めるとはどうしても思えない。つまり何が言いたいんだ。真っ赤な嘘とは思わない。だがありのままの真実というわけでもない気がする。サンティリアーナが身を引いた理由、そのすべてをカイトは話していないんじゃないか。あの子が本当に怯えているのは追っ手がかかることではなく、お前にその秘密を暴かれることかもしれない。秘密って？うわ、そいつは聞く相手を間違ってるぜ。キッドが弾き出した結論は俺のものと一致する。だが聞いたところで今は話さないだろう。ただでさえ弱っているカイトをさらに追い詰めるような真似もしたくない。だからその気になるまで放っておくつもりだ。お前も余計なことは聞くなよ。その気になるかな。俺はカイトを信じている。うん、お前を裏切ったりしない。決して。やれやれ、恋の病ってのは本当に恐ろしいな。変わらぬものなどこの世にはないんだよ。だ、ナイジェルを見ろ。カイトに出会うまで彼の一番はお前だった。カイトがそうならないとなぜ断言できる。認めたくはないが、キッドは正しい。人の心はままならない。カイトが俺以外の人間に惹かれることも皆無とは言えない。だが今彼の傍らにいるのは俺だ。サンティアーナとの間に何事かあったとしてもカイトは
俺のところに帰ってきてくれた。俺を選んでくれたんだ。その気持ちを俺は信じる。大事なことはそれだけだ。しかし時々カイトの肩をつかみ激しく揺さぶって告白を強要したくなる。今は我慢だ。あと少し辛抱しろ。俺にできるのは黙って見守ることだけだ。気持ちの整理がついて秘密を明かしてくれるまで。ジェフリー、おはよう。いい天気だね。カイト。ああ、そうだね。気づいているか、カイト。俺の心の空模様はお前次第で決まる。俺の前ではいつも笑っていてほしい。太陽のように明るく温かい表情は俺に幸福を与えてくれる。涙つ心を鎮め安らぎをもたらしてくれる。お前の香りだ。懐かしくもかぐわしきラベンダー。本当は唇にしたいが邪魔な布に覆われている今は仕方ない。嫌な匂いはしない？ああ、香油を持ってきてくれて本当助かったよ。スペインでも体は拭くようにしていたんだけど、お風呂で洗うようにはいかないし。本当に汚いんだジェフリー。ラベンダーの香りでごまかすのも限界があるから、そろそろ離れてくれないと。安心しろ、するのは花の香りだけだ。だったらいいけど。そもそも清潔さに対する物差しはお前と俺とでは大きく違うからな。なるべくお前の基準に合わせるように努めるつもりだが。本当に？屋敷にお前好みの風呂場を作っただけじゃ証明にならないか？なるよ。俺もすっごく楽しみにしてるんだ。まずは石鹸を使い切る覚悟で体。あ、鍵。うっかりしていたけど、あなたが持ってきてくれたラベンダー油はシーチェストの中に入ってたはずだ。俺が鍵を持ったままでどうやって開けたの？もしかして箱を壊しちゃった？壊していない。ナイジェルが持っている合鍵を使った。合鍵？そんなものがあったんだ。ナイジェルが俺の財産を管理してくれていることは知っているな。うん、将来あなたを野垂れ死にさせないためにでしょ？その通りだが、こんな商売をしていると災難には事欠かないからな。一応の心構えはしておく必要がある。だから鍵も預けておいた。本当に信頼しているんだね。はい、命でさえ預けられる男だからな。いいな、二人が羨ましい。ナイジェルには何をやっても惜しくなかった。そう、カイトと出会うまではこれもきっとが指摘した変化の一つか。嫌なことを思い出しちまった。焼くなよ。このお前の首元にぶら下がっている鍵が証拠だ。あいつと同じぐらいお前のことも信頼しているんだから。へえ、俺はナイジェルほど締まり屋じゃないし強い心の持ち主でもないよ。欲しいものがあったら内緒で買っちゃうかも。それでも構わないわけ？すっからかんにされても文句は言うまい。バカだね。そうだな。海賊が上前を跳ねられてどうするんだよ。仕方ないさ。惚れた弱みだ。俺の全てはお前のものだ、カイト。だが、お前は。ボートが波に揉まれている。甲板からボートまでが遠いよ。
ゆっくり、ゆっくりだ。もう坊主を海につけるなよ。しくじりやがったら問答無用で船底潜りだからな。目が熱くなって大丈夫か。きっと平気。驚いた、ツバ君。ああ、わかった。黙っておとなしくしてろ。喋り続けていると咳が止まらんぞ。はい。マスクに血の痕跡はない。よかった。こんなところで発作を起こすわけにはいかないもんな。いいぞ、急いぞ、そのままそのまま。あ、もうちょっと右。あ、行き過ぎ行き過ぎ。そこそこ、そのままそのまま。よしよし、無事のご到着だ。自分で樽から出られるか。あ、うん、いや、ほら、よっ。よし、キッドの旦那の横に座ってな。お役ごめんだ。樽を引き上げてください。おう、分かった。カイト、ちょっとの我慢だ。ユアンの言うことを聞いていい子にしてろよ。ああ、気をつけてね、ジェフリー。そっちこそ、カイトを頼んだぞ、きっと。わかった、後でな。お味方はじめ。大好きなジェフリーがどんどん小さくなってく。オルシンガムに見つからないためにはこうするのが一番だってわかってるけど、ほんの少しの間も離れたくない。俺がいない間にジェフリーの身に何かあったら、ジェフリーはいつだって俺の身を心配してくれるけど、俺だって何よりもジェフリーの安全が一番大事なんだよ。カイト、俺には劣るものの頭脳の明晰さ、抜け目のなさではあいつも人語に落ちない。だから今度もうまくやるさ。そう心配するな。うん。きっと俺の顔に何かついてる。いや、ベタボレだなと思ってね。ロンドンで出会った頃は勘に触ることがあればクラッと牙を剥く気概を見せていたのに。そういえばそうだったね。ジェフリーが愛人だったシリルと話してるのを見て嫉妬してたっけ。すっかり飼いならされちまって。いろいろあったんだよ。もういろいろね。高額のためにも聞かせてほしいんだが、決め手は何だった。俺には嘘をつかない人だって信じることができたからかな。その言葉が自分の醜さをあらわにすると分かっていても、ジェフリーは真実をねじ曲げたりしない。心をさらけ出し、少しも動じない。そして俺の思いもしっかりと受け止めてくれる。そんな風に俺と向き合ってくれた人は初めてだった。そういう人の好きなら信じられるって思った。本当に一度も嘘をついたことがない？あいつが？ああ、からかおうとしてる時とかは別だよ。よかった。話を聞いているうちに俺の知っているやつと別人じゃないかと思いかけていたところだ。 あなたの知っているジェフリーってどんな人か、じっくり聞いてみたいな。一切脚色なしで。そいつはきついと思うぜ。かもしれないけど、本当のことが知りたい。嘘偽りは怖いだけじゃなくて嫌いなんだな。嫌いだよ。言われれば傷つくし、言うのにはうんざりしている。嘘が好きな人なんているのかな。うん、ラウル・デ・トレドはどうだ。そうだね、彼はそうかも。あるいは嘘をつくときにいちいち善悪なんか意識していないのかもしれないがな。長いこと官庁なんてやっていると大抵そうなる。かくいう俺も例に漏れずだ。仕事の時は仕方ないんじゃないの。お前さんは優しいね。そんなことない。平然と嘘をつける人間が本当に優しいはずがない。せっかくの取りなしだが、本気で嘘をつくことに嫌気がさしていたらとうに仕事を投げ出しているはずさ。
心の深い闇が少しだけ見えた気がする。彼も嘘をつくときに善悪や好き嫌いの判断を下さない。艦長の仕事は決して嫌いになれないんだ。必要な嘘、どうしても真実を口にできないときだってあるよね。坊やでも？そりゃそうだよ。ジバングには嘘も方便って言葉がある。そういった方が物事が丸く収まるときは嘘をつくことも仕方がないって意味。ジバングというのは寛大な人間が多い国らしいな。もちろん俺の国だって嘘がバレれば非難されるよ。全くの善意からついたものだとしてもね。相手には絶対に偽りだと知らせないことが大事なんだ。知らなければそれは起こらなかったも同じだから。ほう。俺はそんなに強くない。敏感なのは自分の痛みばかりで。強くなりたい。もっともっと揺るぎない強さが欲しい。あらゆる困難をものともせず危険な敵地まで俺を迎えに来てくれたジェフリーのような不屈さを、カゴの鳥にされそうになった俺を再び自由に羽ばたかせてくれたヴィンセントの優しさも、今頃どうしてるのかな。別れ際の笑顔を思い出すと切なくなる。あの時ヴィンセントはジェフリーたちを殺し俺を幽閉することだってできたんだ。それを思いとどまらせたのは彼の強さと俺に対する深い愛情だった。無事でいてほしい。ヴィンセントもレオも。よりにもよって嘘をつかないね。参考にするつもりだったが、相手がナイジェルでは効果のほども知れているな。彼にとっても嘘はつかなくても当然のものだから微読にはなり得ない。確かにそうだ。ナイジェルもお前さんにデタラメを吹き込んだりしない奇特な男の一人じゃないか。ジェフリーなんかよりもはるかに真面目だしな。一つだけ、嘘をついたんじゃなくて本当のことを言ってくれなかったことはある。本当のこと？ジェフリーと同じ意味で俺を好きだってことだよ。それこそ嘘も方便ってやつじゃないのか。本当のことを言ったところでお前を困惑させるだけだ。ま、最後まで秘密を守りきれなかったのは爪が甘いと思うが。と、今のは内緒だぞ。了解。慎重なナイジェルでも失敗してしまう。機密保持って難しいんだな。そういや、トレドお得意の嘘をサンティリアナはどうやって見破ったんだろうな。わかんない。俺はその場に居合わせなかったから。アロンソでレイバーは一緒だったんだよな。偽の手紙におびき出されたサンティリアナに同行していたんだから。うん。ってことは彼にべったりくっついていた従者たちも後から交流したみたい。パストラーナ公一門も同行していたのか。だとすれば大所帯だ。俺はせいぜい20人程度だと。待って、違うよ。公爵はいなかった。城に火をつけられちゃったからその片付けをしなくちゃならなかったんじゃないかな。なるほど。じゃあやっぱり20人程度か。うん、数える余裕なんてなかったけど多分そのぐらい。今の話を聞くだに、お前さんの決断は正しかったってことがわかるな。まともにぶつかっていたら間違いなく俺たちはやられていた。そうだね、本当に運が良かった。そして実に痛快なことに、ヘビ野郎の方は大いに判断を誤った。入念な準備や人質の用意、仕事に対する献身ぶりは敵ながらあっぱれと思うこともしばしばだったよ。しかしご多分に漏れず、あの作詞も自らの策に溺れた。ま、あいつは口を開いた途端腹黒さがにじみ出るからな。多分サンティリアナもそれに気づいていて用心していたんだろう。うん、ヴィンセントも頭から信頼はしていなかった。ヴィンセント？ヴィセンテのこと、イングランド語の方が口に馴染んでて、とにかくエボリ大公夫人とトレドが知り合いじゃないかって見破ったのも彼だったんだよ。それはそれは。手を痛めたの？大丈夫？ああ、どうやら
豆が出来かかっているらしい。ユアンに頼んで休憩させてもらおうか。いや、これだから岡物はって顔をされるのはゴーハラだ。彼は優しいから言わないよ。言うとしたらナイジェルだ。うん、言ってくれるぜ。まったく。ああ、とにかく休憩は必要ない。じゃあとりあえず水で冷やしておこうか。この布で手を貸して巻いてあげる。お時々ムカつくんだが、お前さん基本的には優しいんだよな。サンキュー。さあ、俺たちは入り江に隠れて夜を待つことになった。暗闇の中ならウォルシンガムの手下に発見されにくいからだ。食事をとりながら楽しそうに会話する仲間たちを見ているうちに、俺は小さい頃のカズヤとのピクニックを思い出していた。カズヤ、俺を助けるため平行世界に旅立とうとしている彼を何とかして思いとどまらせなければ。でもタイムスリップの仕組みも向こうの世界とこちらで時間の流れが違っている理由もわからない。どうすればいいんだ。そんなことを考えていた時、ふとキッドがコーンウォール半島に住んでいた古い部族ゲール族についての話をしだした。そういや、この辺りはゲール族の土地だったな。彼らを知ってるか。本当は知ってるけど。ああ、うん。筋骨たくましい長身の民族でね、輝く金髪を女のように長く伸ばし、そいつを石灰水で固めて馬のたてがみのように追っ立てていたらしい。それってジェフリーみたいだね。彼はライオンのたてがみみたいに髪をなびかせているから少し趣は違うけど。似て非なるものだな。彼の名前はノルマン系だ。やはり筋骨隆々で金髪の野蛮人だよ。ゲール系の名といえばナイジェルだ。ラテン語ではニゲル、黒を意味するんでしょ。ナイジェルが教えたのか。そう、ジェフリーからも聞いていたけど。どこにでもくちばしを突っ込む船長殿はゲール語の意味も教えたか。うん。元になったのはニャールだ。我らがイングランドに渡ってくる間に少々発音が変わったが、騎士や守護者を意味するらしい。それって黒よりもよっぽどいい意味じゃん。教えてあげたらきっと喜ぶよ。どうかな。俺に限らず他人とその話をするのは気が進まないようでね。そういえば黒という色にわだかまりを覚えるって言ってたな。でも神父、じゃなくて司祭様か。なんでその人はゲール語の名前を選んだんだろうね。普通は聖人にあやかるもんじゃないの。酒場で仕入れた情報じゃ母方にアイルランドの血が混じっていて、神父もそれを知っていたそうだ。そういや母親だけじゃなくナイジェルのばあさんも名打ての美女だったらしいぜ。3人の夫と死別した彼女は4人目からの求婚中に流行り病で亡くなった。4人か。きっと顔だけじゃない魅力があったんだろうね。だろうな。彼女の髪は淡いブラウン。ナイジェルの祖父は2番目の夫なんだが、彼は金髪。故に黒に見まごう暗褐色の髪をした娘が生まれると不定の噂が立ったそうだ。その時に先祖にアイルランド人がいるって事実が明らかになって問題は解決した。ちょっと意味がわからない。なんでアイルランド人が出てきた途端問題が解決するんだよ。あの島の人たちも基本は金髪じゃなかったっけ。南部には黒髪の奴らもいるんだよ。大昔からあの付近にタラやニシンを取りに来ていた連中、おそらくはバスク人の血を引いてるって話だ。プリマスは漁師の行き来が盛んな港だから目にする機会もあったんじゃないか。俗にブラックアイリッシュと呼ばれている彼らをな。ブラックアイリッシュ、実に素敵な響きだ。その名を冠したナイジェルにふさわしい。もっとも彼は幸運なるイングランドの息子であることを誇りにしているから鼻を鳴らして終わりだろうが。意外なところからナイジェルに関わる話が聞けて嬉しかった。でもキッドの話はそれだけで終わらなかった。話がそれたな。とにかくゲールってのは実に興味深い奴らでね、
野蛮人ながらすでに暦を持っていた。どうも我々が使っている太陽暦に月の満ち欠けを利用した太陰暦を混ぜたようなものだったらしい。しかも彼らの一日は日没後、つまり夜から始まる。そう、聞きたかったのはそこだ。タイムスリップに関係するかもしれない暦の話。具体的にはどういうものだったのかな。記録は残ってるの？いや、俺が聞いた話では冬の始まりは10月31日夜、半年後の5月1日夜は夏の始まりとして、それぞれ部族総出の大祭が催されていたらしい。なんでその日が選ばれたんだろう。普通に考えたら夏至や冬至とかの方が節目になりやすいんじゃないの。節気にも祭りはあったそうだ。しかし暦に関しては太陽の位置より宗教上の祝日を重んじる民だったんだろう。ゲールの1年は13ヶ月、1ヶ月を28日として計算すると総計は364日。そこに名前のない日と呼ばれる1日を足して太陽暦と同じになるよう調整していたらしい。じゃあ月の満ち欠けとは関係ないのに節気を重要視した理由は？いい質問だ。一年を等しく分割するには月を利用するのが便利だが、農耕を営む場合太陽の運行が重要になってくるからだ。今でも種まきの時期などは節気を目安にしているだろう。だからゲール人も大事にしたのさ。ここを逃したらチャンスはない。妖精にとっても大事？あ？妖精、ほら水の精とか風の精とか、道化部屋にいた時に聞いたんだよ。夏至の夜には妖精が現れて目についた人間をさらっていくって。どんなに賢くてもやっぱガキだな。ミルスリタムロしている奴らとは大違いだぜ。あっちは甲羅を蹴った小船ミルスリてるからな。それに比べてうちの坊やのウブなこと可愛いじゃねえか。まったく。いや、あの俺は嘘っぱちだよ。ただのおとぎ話だ。聞き分けのない子を脅かすためのな。やれやれ、俺たちのキャビンボーイはどんなことをして道家の皆さんを困らせてたんだ。 してない、そんなこと。かわいそうに物慣れない外国人と思われてからかわれたんだな。悪かったね、本気にしやすくて。質問に答えてやるから機嫌を直せ。ゲール族は新年の始まる10月31日にはこの世とあの世の境界がなくなると思っていたそうだ。それが本当だとすれば、我々人間の世界と妖精の世界が交差することがあったとしても何ら不思議はない。ただし人間がちょくちょく妖精にさらわれているという話の真偽は不明だが。教えてくれてありがとう。今はこれだけで十分だ。きっともこれ以上の情報は持っていないだろう。水先案内人だな、ルーファス。ええ、メイト。なんとも早いお出ましで。まったくだ。こちとら湾内に入ったばかりだったのに。つまりキャプテン、あの小舟には余計なお客さんが乗ってるってことっすね。ああ、間違いない。ナイジェル、この先は打ち合わせ通りにな。分かっている。皆持ち場につけ。はい、さあ。この先は死後厳禁だ。命令違反を犯した者は俺が手塚の海に沈めてやるから覚悟しろ。はい、行くぞ。よし、行くぞ。おい、ルーファス、ちょっと。なんすか。やりすぎるなよ。ウォードたちのような輩は他人を観察することに慣れているからな。ほんの少しでもわざとらしさを感じたらどこまでも追求してくる。承知しました。皆にも言い含めておきやす。頼んだぞ。ウォールシンガムの犬め、せいぜい歓迎してやるぜ。キャプテン、キャプテン起きてくれ。俺のことはほっとけと言ったろうが。客人だ、ウォード殿だぞ。俺は会わん。誰だってんだ。失礼。
このブランデーの匂いは。オード殿、話は聞いていたでしょう。出て行ってください。誰とも口を聞く気分じゃない。ロックフォード殿、申し訳ありませんが、ご要望には沿いかねます。我が主人の命令。いちいち言われなくても要件は分かってる。恐れ入ります。サー・フランシスはあなたがカイト統合を救出するためにスペインへ赴いたことを知っておいでです。おっしゃる通りです。しかし私の航海長から聞きませんでしたか。ここにいるのは情けなくも救出に失敗した惨めな男だということを。やめてくれキャプテン、誰もそんなことは思っちゃいない。そうなのか。だが俺自身は思わずにいられないね。大事な仲間を助けることができなかったばかりか、おめおめと逃げ帰ってくるなんて情けないにも程がある。いっそ自分で自分を首に殺してやりたいほどだ。どうぞウォード殿、見たままをあなたのご主人にご報告なさい。ロックフォードは評判にたがわないろくでなしになり果てましたとね。その大体の事情は分かりました。しかし私も子供の使いではありません。手ぶらで帰るとなれば、カイトがこの船に乗っていなかったという確証を得る必要があります。ご自由に。確証でも何でも勝手に持っていけばいい。では戦争を改めさせていただきます。はい、こちらへどうぞ。気が済むまで探すがいいさ。貴様の主人が得られるものは失望だけだ。ロックフォード殿、船中くまなく探しましたが、おっしゃる通りカイト統合はどこにもおりませんでした。ご無礼を平にご容赦ください。あなたが気にする必要はありませんよ。任務を全うしただけなんですから。ナイジェル、あれを。負け惜しみに聞こえるかもしれませんが、救出作戦は成功まであと一歩だったのです。敵地に行ってから判明したことですが、ウォルシンガム閣下の艦長であるサソリことラウル・デ・トレドは、実はドレイク閣下がお雇いになっている艦長ヘビと同一人物でした。まさか。本当です。我々はドレイク閣下から彼を紹介され、カイトの居所などの情報を得ていました。そう、ウォルシンガム閣下が別の艦長にカイトの毒殺を命じていたことなども。それは、私はそのようなことは少しもご存じなかったのかもしれませんが、暗殺は実行されたのです。毒を盛られたカイトは体調を崩し、西洋のためにパストラーナという村に送られました。そしてトレドから我々が近くにいることを知らされると、サンティリアナの目を盗み、下働きの者を通じてこれを届けてくれたのです。スペインに来る途中立ち寄ったリスボンで受け取ったという短い伝言とともに。リスボン、一体誰でしょう。そもそもこの袋の中身は。ミニチュアの船、子供の玩具のようですが。フェリペ2世が作らせている最新鋭の帆船、その模型です。設計者はヤングリフス、ネーデルラント生まれの船大工ですが、故郷のアントワープを我が物顔で支配しているスペイン憎しの心からイングランドに渡り、主力船乗りをしていた男です。それもトレドからの情報ですか。いえ、以前我々と一緒の船に乗っていたのです。そのような男がなぜスペイン側の手先に。注意を引きたくなかったので詳しいことは聞けませんでしたが、グリフスはスペイン戦との戦闘中に行方不明になったものです。おそらく命と引き換えに船大工の才能をスペインのために使えと命じられたのではないでしょうか。
カイトがグローリア号の一員ならば我々が必ずや救出に来ると彼は確信していた。だから模型を預けることにしたのだと思います。しかしスペインに連れ去られて久しい彼がどうやってカイトの素性を知り得ることができたのですか。グリフィスの主人もまたヘビだったからですよ。そんな、トレド自身から聞いたので間違いありません。彼はスペインとイングランドの二重艦長であり、任務の性格上関係者にも正体を明かしていませんでした。その目に危機が迫った時はグリフスを身代わりとして立てるつもりだったそうです。しかし有能なることで知られたヘビも部下の全てを把握していたわけではなかった。だから我々の前で抜け抜けたそんな話を披露したのです。事情を説明しているうちに本気で腹が立ってきたようだな。こんな時のナイジェルは俺でさえうっかり近づけないほどの迫力がある。仲間を救うのにいちいち許可がいるとは思いませんでしたが、こうしてあなたがいらしたのはウォルシンガム閣下がご不興を覚えていらっしゃることの証左でしょう。しかしながら今回の一件を不埒なる挑戦と目されるのは我々としても遺憾とするところ。いずれ閣下には詳細な報告書を提出する心づもりでおりますが、急を要することはあなたに託したい。それがキャプテンの意向です。お心遣い痛み入ります。まずはじめに今手にしている模型をお調べくださるよう閣下に申し上げてください。海軍交渉の責任者を務めておられるホーキンス閣下は我が国の船舶の速度向上についてグリフスに意見を求められたことが終わりだったはず。模型をご覧になれば彼の設計かどうかお分かりになるでしょう。承知しました。次に二重艦長だったトレドはイングランド側がどのような事柄に興味を示しているのかを逐一フェリペ2世に報告していたばかりか、自ら捜査をして偽の情報を我が国に流していた形跡があります。双方にいい顔を見せてその実どちらも裏切っていたと。ええ、これも詳細は不明なのですが、何かのきっかけで両国への配信がバレそうになった彼はカイトを我々に奪われた封を装って強奪し、密かにネーデルラントへ逃亡しようとしました。救出に失敗したのもそのためです。トレドは待ち合わせの場所に現れなかった。カイトを連れてくると約束した場所に。ひでえ話だ。なんてやりすぎるなと言っただろうが。しっかりしろいよ。どうすんの前で情けねえ。でもよ旦那、これ坊主がうびんで。分かったからもう泣くんじゃねえ。一番おつらいはずのキャプテンもああして耐えていらっしゃるんだ。貴様がちゃんとせんでどうする。モードもすっかり疑う気持ちがなくなったようだな。ヒューとルーファスの命運のおかげだ。とにかくこれに関しては別口からも報告があると思いますが、我々を失意の淵に叩き込んだトレドはすでに裏切り行為を突き止めたサンティリアーナの手に落ちました。サンティリアーナ、あの抜け目のない男ならば不可能ではありませんな。はい、我々に一杯食わしたトレドがサンティリアーナにしてやられる、神の公平さを思い知らされる一件です。しかし大いなる死の慈愛もヘビ野郎と共にいた少年にまでは及びませんでした。カイトは敵に連れ戻されてしまい、我々は出国せざるを得なかったのです。痛恨の極みですな。ええ、サンティリアーナに連行されたトレドは王の前に引き出され厳しい戦議を受けることになるでしょう。そうなればウォルシンガム閣下が送り込んでいる他の艦長たちの身も危うい。また彼らの口からイングランドの機密が漏れる恐れもあります。ということだ。急を要すると申し上げた意味を分かってくださいましたか。もちろんです。接岸したらその足でロンドンに戻らねば。閣下によろしくお伝えください。ウォード殿からもどうか
おとりなしを。承知しました。今の話を聞けば主人の気も静まるでしょう。だといいのですが。ロックフォード船長も今度ばかりは月に見放されたようだな。今までがうまくいきすぎたのさ。いよいよ秋も深まって海が荒れ狂うこの時期にナンパもせずに戻ってこれただけでも幸運ってもんだろ。黄金も香料も積んでいない船の、しかも季節外れの帰還を喜ぶ者など港にはいないか。まったく夏のハエみたいに鬱陶しい奴らだ。おい見ろよ、博士課程の女将じゃないか。召喚を経営してるような罪深い女がなんでこんなところに。リリー・フロム。ごきげんよう、ロックフォード様。いやしい身分もわきまえず申し訳ありません。でもいても立ってもいられなくて来てしまいました。場違いだということは分かっていますし、私へのお腹立ちも重々承知しております。ですからお話を伺ったらすぐに退散しますわ。あの子は、カイトはご一緒に。カイトが俺に黙って奉納会行ったのはこのリリーにそそのかされたからだ。腹立たしいなんてもんじゃない。だが指文字を旦那のサムから教わる時に仲立ちしてくれたり、ナイジェルが多忙な時にブラッキーの面倒を見てくれていたのも彼女だ。それに自分のせいでカイトがさらわれてしまったとは深く胸を痛めていたことも知っている。ここでツンケンするのはあまりにも度量が小さすぎる。だがどこかにウォルシンガムの手先が潜んでいるかもしれない今、真実は告げられない。ご覧の通り、俺は一人だ。残念ですわ。聡明なリリー、俺の顔に失意の色が浮かんでいないことに気づいたようだな。では私はこれで。キャプテンもあまりお力をお落としになりませぬように。失礼とは存じますが、何かお役に立てることがありましたら遠慮なくお申し付けくださいまし。ありがとう。ジェフリー、彼女は何をしに来たんだ。カイトの身を案じて駆けつけてきたのさ。後になって心配するぐらいなら、あの日余計なことをカイトの耳に吹き込まなければよかったのに。同感だが、指文字の件では世話になったしな。ならばそれで差し引きゼロだ。今後彼女の世話になることは一切ない。あんたも悪者とは縁を切るんだな。わかったよ。とりあえず一段落だ。そうだな。ウォルシンガム閣下の出方したいだろうが、少しのんびりしたい。はい、俺たちには休息が必要だ。我らがグローリア号にもな。ドック入りの手配はルーファスに任せた。よし、俺は先に屋敷に戻って部屋の準備をしておく。お前は荷卸しを済ませてから来てくれ。ジョーも一緒にな。ジョー、こわばった心、疲れ切った体を癒すのは温かい食べ物、それも間違いなくうまい食事と相場は決まっているだろう。ああ、そんな食事を一番心待ちにしている者には心当たりがある。得意なやつを片っ端から作ってもらえ。市場中の食材を買い占めろ。ジョーも腕の振るいがいがあるだろう。多分俺はグラハム家の料理人なのにと文句を言いながらもね。不機嫌になった彼をなだめすかすのもお前の仕事だぞ。任せてくれ。じゃあ後でな。暇人どもめ、勝手にしろ。俺は家に帰る。そう、生まれて初めて愛する人と共に暮らすための家にな。やはり食事は丘の上に限る。中でも我らがジョーの作った料理は格別だ。まるで自分の料理人みたいな口ぶりだな。きっとうまいか、カイト。ナイジェル、デザートは温かい梨のコンポートでさ、時間さえいただけりゃ
もっとマシなもんを作れたんですがね。なくったってこれだけのものが作れるんだ。ジョー、お前さんの才能には感服するよ。キャプテン、お世辞は結構、冷める前に食べちまってください。カモのローストのコケモモジャム添え、スパイスが効いた子羊のポットパイ、人参の砂糖煮、そして旬のマッシュルームのバターソテー。香ばしい匂いとピンク色のロースト肉を目にした途端、ここしばらくが嘘みたいに食欲が出てきた。お腹いっぱいだよ。ほらよ坊主。俺の分にだけコンポートの横に何か、パイ生地でできた帆船だ。お遊びさ、パイ生地が残ったんでな。これもしかしてクローリア号？はい、いつだって景気のいい船だから、そいつの戦争にもお宝を積んでおいたぜ。お宝？お、甘いあん。歯触りからしてナッツのペーストだ。はしばみじゃないし、くるみでもない。なんだろう。珍しいな、ジョー。そんなに上機嫌なお前さんは久しぶりに見た。料理の腕を上げさせるのは確かな舌でさ。こちらの坊ちゃまはここにいる旦那方の誰よりも肥えた口を持っていなさる。旦那方にわかるのはせいぜい木の実が入っているってことぐらいだ。だがカイトは何の木の実か、その味を見極めようとした。料理を作る者にとっちゃ油断のならねえ、それでいて作りがいのある相手よ。ありがとう。でも何の実かはわからないままだけどね。鉱山か。うん、松の実だよ。はしばみは硬すぎるし、くるみは苦味があるからな。すごい、そこまで考えて作ってくれているんだ。梨の方は、おいしい。そんなに気に入ったんならまた作ってやるよ。本当に？おうよ。あんたを太らせろってのがうちの旦那のお望みだからな。ジェフリーがいくら金を積んだところで決して手に入らないもの、それが俺の料理人だ。でもお前のためならいくらでも貸し出すぞ。構わないだろジョー。キャプテンを一人のためならちょっと考えさせてくださいっていうところですがね。今の言い草を聞いたか。俺だって毎回うまいと褒めてるし、一皿ごとに喜んでいるってのに。残念だったなジェフリー。あのケルベロスみたいな飼い犬同様に、忠実なるジョーの喜びは愛する主人の笑顔を見ることだ。犬を飼ってるの？はい、名前はクー。古い言葉で犬のことさ。いつか連れてきてくれる？構わねえが、あちらの旦那みてえに腰を抜かすんじゃねえぜ。何しろ新月の夜みたいに真っ黒で拳ほどの大きさがあるんだからな。すごい。猫だけじゃなく犬も好きなのか？うん、大抵の動物は好きだよ。ライオンみたいな肉食獣だってただ見ている分には綺麗だなって思うし。ライオン見たことがあるのか？しまった、油断した。16世紀の人々が実際に目にすることができる動物は限られていたんだ。女王陛下から細密画を見せてもらったんだよ。ロンドン島の動物園で飼われているものを忠実に描き取らせたものなんだって。なるほどな。お前が苦手じゃないのならうちも番犬を置こう。よそ者が忍び込んできてもいち早く吠えて知らせてくれるからな。だが航海の間は誰が面倒を見る？ウォルシンガム殿とのごたごたが片付くまで家人は雇えないんだぞ。だったら一緒にグローリア号に乗せればいいじゃないか。犬と猫は折り合いが悪いのはあんたも知っているだろう。ダメだ、いまいましいネズミを飼ってくれるブラッキーの邪魔になるようなことはこの俺が断じて許さん。あの子が一番メイトに懐いている理由が分かったよ。だろ。あ、番犬はいらないんじゃない？ちゃんと世話をしてあげられないのなら飼うのはかわいそうだよ。見張りを引き受けてくれる兄弟もいるし、ずっとジェフリーも一緒なんだからさ。それもそうか。胸が痛いよ。ナイジェルを傷つけるのは本意じゃない。でもジェフリーと一緒にいる限り避けられそうにもない。ほんと参るよ。
なんですぐに俺たちのどっちを選ぶのかみたいな展開になっちゃうかな。さて、諸君は適当に食後酒でもたしなんでいてくれ。腹ごなしにカイトと俺は屋敷の中を探検してくる。行くぞ。あ、うん。ナイジェルの視線が突き刺さる。眠くなったらどこでも好きな部屋を使ってくれ。主寝室以外はだろ。お前の部屋は2階の右手奥から3つ目。カイトは左隣だ。了解。俺たちを待つ必要はないからな。じゃ、おやすみ。今のジェフリーの言葉を聞いて、ナイジェルがどんな顔するかなんて見たくない。見る勇気もない。早くここから離れなくちゃ。まずは2階からだ。王宮を見慣れたお前にはささやかすぎる家だろうが。そんなことないよ。むしろどんな大家族が住むんだって感じ。確かに俺一人じゃ持て余してたかもしれないな。頭数が増えたのは予想外だったが、ちょうどよかった。お前の家でもあるって言ってくれてるんだ。意見を取り入れたのは浴室だけだが、その他も悪くはないだろう。うん、新築なのにどこか懐かしい感じがする。ずっと前から住んでいたみたいに落ち着けるよ。気が合うな。俺もだ。落ち着きと温かみを感じさせる屋敷。柱や梁はマストのようにどっしりと太くて、丁寧に漆喰が塗られた壁も厚みがあって、確かハーフティンバー様式って言うんだよな。素朴な田舎風の建物って感じだ。これが家庭とは無縁だったジェフリーの家だなんて少し意外。あなたのことだから、どうせありふれた家なんかつまらないとか言い出して、フェラーラあたりから大理石を取り寄せたり、教会並みに大きなガラス窓を作らせたりするんじゃないかって思ってたよ。考えなかったわけじゃない。辞めた理由は？サーフランシスに呼び出されて、バックランドアビーを訪ねるたびに感じていたことだ。石造りの屋敷ってのは威厳があるが、反面よそよそしさも感じさせる。俺は堅苦しいことは大嫌いだから、そんなところに長居できるとも思えない。そこで考えたんだ。ずっといたいと思い、実際にいられるのはどんな場所かってね。答えは？思いついたのはただ一つ。我らがグローリア号だった。船は木でできているもんね。石と違って冷たくないし、手触りも滑らかだし。ああ、俺は珍しいものや新しいものが大好きだが、剣や道具みたいに常用するものはやはり馴染みのある方がしっくりくる。だから一生ものの家も同じだろうと思ってな。だったら一生連れ添う相手も物珍しさで目を引いた俺じゃなく、気心の知れたイングランド人の方がいいんじゃないの？ところがところが、気の合うイングランド人にはめったにお目にかかれなくてね。だから生まれた国も育った環境も全く違うのに、なぜかしっくりくる相手に出会えたのは幸運だった。お前さんは違うのか？違くない。あ、じゃなくて違わくない。え、なんか変だな。違くなく、え、あれ、何を混乱しているんだ。同じだって言えばいいだろうが。そうだよね。さて、ここがお前さんの部屋だ。一つ手前が俺の部屋。仕切りの壁にも扉がついていて、自由に行き来ができるようになっている。ただし長い人生の間には喧嘩をすることもあるだろうし、一人になりたい時もあるだろうから、お前さん側にカンヌキをつけておいた。ありがとう。長い人生、それを疑おうとしないジェフリー、胸が痛いよ。でも今この時だけは喜びを妨げたくない。ジェフリーと一緒にいられる時間を大事にしたい。中を見てもいい？お前のものだ、断る必要ない。どうぞ若様。金の星が抜い取られた濃紺の天蓋付きベッドだ。真新しい衣装箱も。ああ、かわいいなこのチェスボード。ルーファスの手作りだ。え？
彼一言もそんな。秘密にして驚かせたかったんだろう。そいつは利子代わりにもらってくれとさ。お前、陛下からいただいた金貨をあいつらに貸したんだって？うん。俺が持っていても使い道がないからね。戻ってこなかったらどうする？これを買ったことにするよ。世界でたった一つ、俺のために作られたチェスボードだもん。元金以上の価値があるって。やれやれ、俺もかなりのものだという自覚はあるが、お前の気前良さも相当だな。ナイジェルが聞いたら衝撃のあまり混沌しそうだ。だろうね。部屋は気に入ったか？この上なく。足りないものは？ないよ。母さんにねだって手に入れたいろいろなものたち、どれも欲しかった。でも本当に求めていたものじゃない。手に入れたかったのはものじゃないんだ。ジェフリーと出会って初めて気づいた。あなたの部屋も見たいな。こっちだ。部屋中真っ赤じゃん。発色がいいだろう。カサジャからぶんどったコチニールで染めさせたんだ。最高級って言葉に嘘はなかったな。寝室に使うには強すぎる色じゃないの？これじゃゆっくり眠るどころか気が休まらないよ。なんだ、そんなことを心配しているのか。安心しろ、明かりを落とせば色どころか何も見えん。それはそうだけど。でも明かりがなければジェフリーは一人では眠れないはずだ。ってことは、つまり俺と一緒に寝ることを前提にしてるんだ。どうしよう。どうすればジェフリーに衝撃を与えずに告白できる。今ここで言った方がいいのか、それとももう少し後にした方が。カイト。何？寝る前には必ず顔を洗うんだったな。うん。案内しよう。顔だけじゃなく体も洗えるところにな。告白の機会が流れていく。でもそのことに安堵している俺がいる。この幸福の時を終わらせたくない。それが許されないならあと少しだけでも。ここが浴室だ。ああ、リリーのところよりも広いね。浴槽の深さも十分だ。ちょっと大きすぎるけど。屋敷と同じことだ。二人で入るにはちょうどいい。あそこのお湯を上から流し落とす板を乗せるための壁の突起、あれも丈夫そうだ。リリーのやつは出っ張りの部分が短かったから落ちるんじゃないかってヒヤヒヤしてたんだ。その危険はない。試したの？風呂に入ったかという問いならノーだ。確認したのは大工の仕事ぶりだけ。一番初めはお前と一緒に入ると決めていたからな。そう。どうだ、今から試してみるか？もう観念しなきゃ。今度こそ言うんだ。そうすれば一つの嘘からは解放される。ジェフリー、あの。ダメだな俺は。え？キッドに言われてたのにうっかり忘れるところだった。風邪をひいた人間に風呂は厳禁なんだって？あ、うん。ダメだ、ひるむな。これ以上引き伸ばしてどうなる。湯冷めしたら怖いからね。じゃあしばらくお預けだな。そのしばらくがもしかしたら永遠になるかもしれない。そうだ、いくらジェフリーが待ったところで俺の風邪は治らない。ジェフリーのためを思うなら我慢が必要なんだ。でもこのままじゃ嫌だ。何か方法は、何か。お風呂には入れないけど、あなたの髪なら洗ってあげられるよ。そいつは願ってもないが、前に洗った時はお前もびしょ濡れになっちまっただろ。あれじゃ風呂に入ったも同じで。大丈夫、今度はもっと気をつけるから。前よりも短くなったジェフリーの髪、俺のために切り落とされた髪。遠いスペインで夢見ていたのはもう一度これに触れることだった。イングランドに帰ることができたら真っ先にしたいって思ってた。だから
洗わせて。お前の望むままに。自分のものに何を遠慮することがある。うん、次はないかもしれない。だから今は瞬きをする間も惜しい。ジェフリーの姿をずっと見ていたい。本当に欲しくて必要なのは彼だけだから。カイト、マリーゴールドの石鹸水だ。え？リリーに分けてもらったの？ああ。ああ、いい匂い。カイト、こっちに来い。ダメだよ、ジェフリー。また風邪の話か？我慢しなくてはいけないことは重々分かっている。だが、こんなことを一体いつまで続けなくちゃならないんだ。お前は神経質すぎる。ここはどこだ？イングランドだ。崩壊は終わった。執念深いサンティリアナもここまでは追ってこない。たとえお前の風が移ったところで何ら問題はあるよ。帰国してしばらくはウォルシンガムの動向に気をつけないとって言ってたのは誰だっけ？彼の部下がここに踏み込んできた時、あなたはベッドに倒れ伏したまま動けなかったなんてことになったらどうするんだよ。風ごときにやられるようなやわな体はしていない。そういう堅くなな思い込みが油断を招くんじゃないの？ああ言えばこういう。いつもの調子が戻ってきたみたいだな。違う、こんな話をしたいんじゃない。落ち着け。自分の思い通りにならないからといって辛く当たるな。カイトは弱ってるんだ。スペインでの暮らしで体力が低下してるし、疲れやすくなっている。さっさと謝れ。これ以上嫌な思いをさせて、せっかくの夜を台無しにするつもりか？ごめん、カイト。でも俺は謝るな。悪いのは俺だ。どっちがガキかわからないな。わがままを言ってすまなかった。なんだかんだで遅くなっちまったな。髪を洗ってもらうのは明日にするか。今日がいい。おう。だが疲れているんじゃないか？平気だよ。意地になっているのか？いや違う、願いを退けられるのではと不安になっている顔だ。だったら頼むか。うん。石鹸水の匂い、髪に潜り込んでくるカイトの指先、懐かしい。忘れようにも忘れられない感触だ。強さはこれぐらいでよかったっけ？ああちょうどいい。俺の好みも忘れていない。髪が擦れ合う音、弾ける泡、すべて記憶のままだ。まるであの夜に戻ったように。そうだ、カイトはここにいる。俺のそばにいるんだ。ねえ、気持ちいい？ああ。カイトがさらわれたから、俺の感応は凍りついた。それがどうだ。髪を触られただけで、すっかり元気を取り戻している。俺の欲望をかきたて、深い喜びを与えることができる人間は、もはやカイト以外にいない。カイトが消えてしまったら、後に何が残るというのだろう。よし、一丁上がり。俺の顔を拭うカイトの指。額から頬、そして鼻、唇。指を軽く加えただけで、真っ赤になっている。大胆なことをした後で急に羞恥心を思い出す。変わってないな。おとなしくするって言ったじゃないか。お前に触っている限りはだ。ずっと下を向いていたから首が疲れたよ。ああもう俺をタオル代わりにするなってば。
ずっとこのままでいたい。そんなバカな真似をしたら俺に移されるまでもなく風邪をひくよ。ほら、なんで動かないの？動けないんだ。お前が俺の欲望に火をつけてしまったからな。あ、ジェフリー、それおい、大丈夫か？お前は質問ばかりだな。でも何もしてないのに。しなくてもこうなる。お前に触れられるだけで血がたぎるんだ。ダメだ。安心しろ、これ以上のことはしない。ダメだよ、話して。なぜだ？咳をした時マスクに触った。風邪の菌、病気の源みたいなものは、こんな布をすぐに通り抜けてしまう。だから我慢しろ、いつものように。質もダメ、体に触れることも許されない。今カイトの身を案じなくては。分かってる、分かっているのに苛立ちに煽られて欲望が俺の忍耐を焼き尽くしそうだ。ジェフリー、やめて。ダメだ。こんなマスクなど外せ。すぐに通り抜けちまうから、するだけ無駄だ。必要なんだよ。しないと、あなたが。聞きたくない。もう拒絶の言葉はたくさんだ。やめろ。この一回だけ許してくれ。そしたら、いつもの俺に戻る。カイトが言いつけに背くのはしょっちゅうだ。それでも多めに見てきた。だったら一度くらい、わがまま聞いてくれてもいいはずだ。こうしたかった。そう、邪魔なものなどクソくらいだ。目が覚めるような赤。これは血だ。カイト、待ってろ、すぐにトマソン先生を。いい、血を吐いたんだぞ。ただの風邪じゃない。早く医者に見てもらわないと。くそ、俺なんてことを。ジェフリー、医者はいらない。それこそ無駄だよ。びっしょりと冷や汗で濡れた額、青ざめた頬。お前は何を知って、いや、何を隠してるんだ。さすがにないんだ。血を吐いたのも初めてじゃない。トレドには医術の心得があって、最初の見立ては毒のせいで肺や喉が炎症を起こしたことによるものだった。本当にそうなら炎症が収まるのと同時に咳も止まるはずだよね。でもパストラーナ城に移された後も続いていたし、むしろ頻繁になった。そしてあの日、あなたと会った日の夜、発作を起こして血を吐いたんだ。再会の時元気だったカイトが、次の日から全く違ったのはそういう理由か。俺に心配をかけまいとして、風邪だと嘘を。仕方なくついた嘘だ。責めることはできない。ただ、悔しい。一人で苦しんでいたカイトに、気づけなかった自分が情けない。病名がはっきりしたのは、ビセンテに俺は残るから、あなたたちのことは逃がしてほしいって頼みに行った時だ。当然だけど、ビセンテは即座に断ってあなたを追撃しようとした。そん
な彼と揉み合った時、また発作が起きたんだ。トレドは俺を見た途端飛び去ったよ。触るな、この子は肺病だ、うつれば死ぬぞってね。動揺しないように必死に耐えて、それでも握りしめた手が小刻みに震えている。俺もうすうすそうじゃないかって思ってたんだ。でもヴィセンテは寝耳に水じゃん。ひどく取り乱しちゃって、もっとよく見ていればって自分を責め始めた。彼のせいじゃないのに。そうなのか。うん、肺病の場合、症状が出るまでには時間がかかるんだ。半年とか1年とかね。ジパングにもある病気だから知ってた。半年から1年、それ以上のこともあるらしいよ。だから俺が病気にかかったのはイングランドに来る前だった可能性もある。正確にいつだったかなんて誰にもわからない。だがサンティアナ同様、俺も思わずにはいられない。もっと気をつけていれば、病の兆候を見逃すことはなかったんじゃないか。カイトを取り戻せたことに浮かれて、今の今まで大事に気づくことができなかったなんて、あまりにも迂闊すぎる。肺病だって分かった時はまだ怖さを感じなかった。それよりみんなのことが心配で、他の方法は思いつかなかった。使える手なら何でも使ってやるって思って、だから他人の行為につけ入るような真似までした。ショックを受けているヴィセンテに追い打ちをかけたんだ。ジェフリーたちを助けてくれたら残りの命はあなたに、やめろ、あなたにあげるって言った。ジェフリーのところに帰れなければ俺は死んだも同じなんだから、抜け殻でもよかったら好きにすればいいって。そしたらヴィセンテは冷たい袋なんか欲しくないって答えた。いらんだと。もう用が済んだからか。てめえの都合でさらっておきながら、よくも。違う、そうじゃない。自分のそばでは半ば死んだ人みたいに暮らすことしかできないのなら、イングランドへ帰って存分に生きろって言ってくれたんだよ。トレドや彼の味方のレイバ殿もバカなことって血相を変えて止めたけど、自分が盾になって逃がしてくれた。もうあとは追いかけないから安心して行けって。お前を思って愛しているから。俺のいいようにさせてくれたんだ。ヴィセンテが追跡してくるって言ったのは、あなたを遠ざけておくための嘘だった。プリマスに着いたんだからもうそろそろ言わないと何度も思った。でもいざとなるとどう切り出していいのか分からなくて、気が緩んじゃったのかな。今夜は調子が悪いみたい。やはりトマソン先生は咳止めだけでももらった方が。先生の薬では治らない。それよりリリーを呼んで。なぜだ。グッドウィルの塗り薬と同じだよ。修道院で作っていたものの方が効き目が強いんだ。リリーも親代わりの元修道女から薬の作り方を習っている。わかった、すぐに使いを出す。またリリー・フロムに借りを作るのは気が済まない。だが重要なのはカイトの病を治すことだ。部屋に戻ろう。本当にすまなかった。知っていたら髪なんて洗わせなかったのに。いいんだよ、俺がしたかったんだから。マスクしなきゃね。肺病にかかった人の
咳やくしゃみで空気に飛び散る唾に病気の元が潜んでいて、それを吸い込むと移ってしまうんだ。ジェフリー、約束して、二度とあんなことはしないって。アイ、最初のキスも無理やりだった。そして二度とできないというのなら最後ということになる。さっきのキスも強引に最後だとあらかじめ分かっていたら、あと一回しかできないと知っていたら、あんなお粗末な真似はしなかった。よく手放した。手放すことができたな、サンティリアナ。俺ならいずれは手の届かないところへ行ってしまうと分かっていても、それまではそばに置きたい、ずっと見守っていたいと思うだろう。たとえカイトに恨まれても憎まれても他の人間のところへやるよりはマシだとは思わなかったのか。俺には無理だっただろうな。悔しいが認めざるを得ない。敵ながらサンティアーナは人角の男だ。あの短い間に正しい道を選び取った。自らの欲望に押し流されることなく、カイトへの思いを貫いた。進んで姿を消すことで、愛する者の心に永久に住まう道を選んだ。もしや、サンティリアナは挑戦状を送りつけてきたのか。これ以上の愛を示すことが、果たして貴様にできるのかと。いや、おそらくそんな対抗心はない。奴の目はカイトしか見ていない。挑戦されたように感じるのは、相手が自分より先んじている焦りからだろう。俺も、くだらない意地は捨てなくては。嘘をついて、ごめんね。気にするな。自分の苦しみを後回しにして、俺を案じてくれるカイト。これ以上余計な心配をかけないためにも、俺自身がしっかりしなければ。リリーが来るまで休んでいろ。俺は己の全てを捧げ、この手のひらから伝わるぬくもりを守り続ける。それが俺の選んだ道。どれほど険しく危険に満ちているのだとしても。ナイジェル、一人か？リリーはいなかったのか？いや、旦那のサムが馬車で送ってくる。いろいろ持ってこなきゃならんものがあるらしい。ジェフリー、ナイジェル、大丈夫か、カイト？すぐにリリーもやってくるぞ。安心しろ。咳によく効く薬があるそうだ。咳に効く、ありがとう。そっか、まだナイジェルに本当のこと話していないんだ。着いたようだな。出迎えに行ってくる。夕食の時は元気だったし、食欲もあったから。ジェフリーに抱えられ運ばれてくるお前を見た時は驚いた。してほしいことがあったら何でも言え。優しいナイジェル。病気のことを知ったらきっと憔悴してしまう。ジェフリーと同じぐらい強いけど、はるかに繊細な人だから。人見知りだし気難しいし、めったに心を開かないけど、一旦受け入れたらどこまでも親身になってくれる。だからこそ心配なんだ。生真面目な分だけ他の人よりも悩み苦しんでしまいそうで。リリー、隣を開けるから横になったまま話すといい。ナイジェル、リリーを睨んでる。ジェフリーと同じで、なぜ俺が彼女を頼るのか釈然としないからだよな。会いたかったわ、カイト。船長さんが無事だということをほのめかしてくださったから胸をなで下ろしていたけど、あ、
その前に謝らなくちゃいけないんだった。あなたを一人で頬の丘なんかに行かせちゃって本当に。ミリー、落ち着いて診察したいからと言ってジェフリーたちを追い出して。分かったわ。ロックフォード船長、静かなところで肺の音を聞かなくちゃいけませんの。微妙な響きの違いでお薬も変わってきますからね。少しの間部屋の外に出ていてくださらないかしら。分かった、ナジル。はい。どうしたの？時間がないから本当のことだけを話すよ。そう前置きして、俺はリリーに頬の丘でさらわれてから自分の身に起こったことをかいつまんで話した。病気のこと、カズヤの夢のこと、そして昼間キッドに教えてもらったケルト族の暦のこと。肺病だと聞いた時はさすがにリリーも蒼白になった。でも度を失って話の腰を折るような真似はしないでいてくれた。それがありがたかったし心強かった。事情は分かったわ。かわいそうだけど感染を防ぎたいのならマスクだけじゃ足りないと思う。あなた自身が隔離された部屋に入らないと。俺もそう思ってたんだ。ジェフリーたちにも言ってくれる？ええ、でも問題はあなたね。隔離しただけじゃ病状は好転しないわ。白血があったってことはかなり進行しているってことだし。結核の治療に使えるハーブはないの？修道院ではタイムやルリソウが使われていたそうよ。でもストレプトマイシン並みの効果は期待できない。ないよりマシだよ。じゃあサムに行ってすぐに持ってこさせるわ。それと菌に抵抗できるように免疫力を上げるようなハーブも見つくろう。私にできる限りのことはするつもりよ。ありがとう。ロックフォード船長にお屋敷に滞在させてくれるよう頼んでみる。人目をはばからなければならないときに通いで看護をするのは難しいもの。嫌な顔されると思うけど仕事柄慣れっこだから気にしない。それは俺から頼むよ。あなたは気が進まない風にしていて、こっちからお願いする形にすればきっと嫌な顔もできないだろうし。わかった。じゃあ和也のことはまた後で話しましょう。そろそろ船長さんたちが遅すぎるだのなんだのって騒ぎ始める頃だから。みんなを呼んできてくれる？ええ。ダメだよ、映ったら。神経質になりすぎるのも良くないわ。結核菌の伝染力自体はそんなに強くないから、健康で体力がある人にはめったに移らないそうよ。でももちろん油断は禁物。でもちょっとした触れ合いまで諦める必要はないんじゃない？誰かの体温を感じるってホッとするし気持ちがいいものよ。それが好きな人ならなおさら。ごめん、気が緩んで。遠慮することないわよ。この世に二人きりの仲間じゃない。リリーがいてくれて本当によかった。少しだけ泣かせてもらおう。ジェフリーたちがやってくるまでのほんの少しの間だけ。肺病、肺病だと？ええ、治らない咳、微熱、倦怠感、食欲の減退、全てその症状よ。カイトは今まで病名を秘密にしていたの。本当なのか、カイト？本当だよ。これから逃げようって時に言ったらみんなに余計な負担をかけちゃうから。そんな、だからだから材木置き場で寝起きしていたのか。肺病がうつることを恐れて。面倒をかけて申し訳ないけど、この屋敷でも隔離を続けさせてもらう。ジェフリー、あんたは知っていたのか？いや、さっきカイトが血を吐くまではな。血を？おい、しっかりしろ、まだ話の途中だぞ。リリー、カイトを隔離する必要はない。なぜ？俺たちには映らない。船乗りは肺病にはならないからな。それは迷信だよ。リスボンでサンタクルーズ公爵に会ったんだ。
彼も肺病だった。俺と同じように咳をして血を吐いて、それでも最後まで言い張ってたよ。船乗りはそんな病にはならないって。カイト、皮肉な話だよね。公爵の死を予言した俺が同じ病気にかかっちゃうなんて。やめてくれ、クソ。おい、帰国したら言うつもりだったんだ。きっと俺、嘘が嫌いなのは本当だよ。でもごめんなさい。構わんさ、話を続けてくれ。俺はナイジェルを見てくる。それでリリー、これからどうすればいい？肺病に効くと言われている薬草を飲ませるわ。私にハーブのことを教えてくれたイーディスが書き残した処方箋ももう一度よく読んでみるつもりよ。とにかくここでは治療しにくいから、カイトは私が引き取ります。ダメだ、ウォルシンガムの手先に見つかったらどうする？心配いらないわ。うちの娘たちは口が固いし、そもそも博士課程に連れていくわけでもないのよ。だったらどこに連れていくつもりだ？運悪くフランス病にかかってしまったこの面倒を見る小屋を持っているの。今は誰も住んでいないし、町の人もそこがどんなところか知っているから、進んで近づくこともないわ。絶対来ないとは言い切れない。彼の面倒は俺が見る。人里離れた場所に閉じ込めたりしない。ずっと一緒にいるんだ。それで病気がうつったとしても構うもんか。そんなことをしてカイトが喜ぶとでも？もし本気で言っているのだとしたら、船長さん、あなたは救いようのないバカってことね。怒んないで。だが、怒らないで。泣くな。分かったから。リリー、カイトを連れ出すことだけは思い直してくれ。その他のことは全てあんたの指示に従ってもいい。毎日ここに通えっていうの？旦那が承知してくれたら部屋を用意してもいい。あんたが店に顔を出すのは問題が起きた時か、金づるになりそうな客が来た時だけだろう。だったらうちから博士課程に通うって手もあるはずだ。もちろんあんたの拘束料は支払わせてもらう。それはいいわよ。何よりカイトが頼ってくれたことが嬉しかったし、そもそも彼がスペインにさらわれることになったのは私のせいだしね。でも他に問題が？お忘れかもしれないけれど、ドレイク様やあなたみたいに裕福な知略船乗りは舞台の上の役者並みに注目の的なのよ。私のような女が足しげく出入りをしていると世間の評判が悪くなるんじゃないかしら。今さらだ。なんなら目くらましに 2、3人女を連れてきてもいいぞ。世間とやらにはカイトの救出に失敗した憂さを晴らしているんだろうと思わせておけ。わかった。そこまで言うんならご厄介になるわ。サムも反対しないから安心して。彼もあの日カイトについていかなかったことをずっと後悔し続けていたから。感謝するよ。こっちこそ迷惑をかけてすまない。考えてた通りになった。でもやっぱり後ろめたいよ。ごめんジェフリー、あなたが受け入れてくれないとリリーがやりにくいから。リリー、隔離といっても全く会えないわけじゃないんだろう？ええ、病状が落ち着いているときマスクをつけていれば大丈夫だと思うわ。入浴は？熱があるとか特に具合が悪いとき以外なら平気でしょ。何より体を清潔にしていると気分もさっぱりするわ。カイトの涙を拭っても構わないか？ええ。ジェフリー、うん、用心のために後で手を洗って。嬉しいのにそう言わなくちゃならない。それが辛いよ。言う通りにするから心配するな。ジェフリーの手、暖かいね。お前もな。表面上は何事もない日々が続いていた。
俺のために食事を作るのは一向に構わないけど、主人の世話もおろそかにしたくないという忠実なジョーの要望で、リリーに続いてナイジェルも一緒に住むことになった。そのナイジェルが運んでくるカモミールティーが俺の朝の始まりだ。おはよう、カイト。よく眠れたか？うん、ぐっすりだよ。いつものカモミールティーだ。ありがとう。この手で来たのか。マグを置いてからナイジェルはチェス盤を確認する。昨夜のうちに一手進めておいた俺に彼がどう返してくるのかも毎朝の楽しみになっていた。ルールを教えてもらうまでチェスに興味はなかったんだけど。なんて先まで考えてるの？15ぐらいかな。そんなに？自慢にはならん。やはり俺の生徒だったルーファスは今や30ほど先まで読めるそうだ。それじゃあナイジェルが負けちゃうじゃん。うん、メンツというものもあるからな。最近は誘われても適当な理由をつけて断っている。しばらくしたら朝食を運んでくる。うん、じゃあまた後でね。ただ一つ問題は、扉を閉める前ナイジェルが俺の背中を焼き尽くすように見つめてくること。だからドアが閉まるとホッとする。病気を告白してからナイジェルは腫れ物に触るような態度で接してくる。逆上することもリリーに反発することもない。むしろ俺が咳払いをしただけでもリリーを呼びに行ってしまう。それでいて病気の話は一切しないんだよね。気にも留めていない風で、本当はずっと気にしているんだよ。あんなことを続けていたらナイジェルの方がおかしくなっちゃう。そうね、ジョーも心配していたわ。ジェフリーや私の手前必死に我慢をしているけど、許されるなら1分1秒たりとあなたから目を離したくないって感じだもの。もともと手抜きってことを知らない人だからな。確かに気真面目よね。でも普段のお勤めと違って、あなたに関することはいわゆる責任感とか使命感なんかとは別のものに突き動かされているみたい。別のもの？脅迫観念って言えばいいのかしらね。自分が目を離した隙にあなたの身に何かが起こるんじゃないかって思っているんじゃないかしら。それが怖くて目が離せないのよ。仕方ないかもしれない。ナイジェルのお母さんは殺されたんだ。彼が出かけている間に。あ、聞いたことがあるわ。確かジェフリーもお母さんの死に目には会えなかったはずよ。こちらは病死だったそうだけど。そうだったんだ。あんまり子供の頃の話はしてくれなくて。やっぱ思い出すのは辛いんだろうね。プリマスの住民なら知らない人の方が少ないわよ。若い女に走った父親がカトリックだった母親に異端として告発され、火炙りになったという話を聞いた。それが血まみれメアリーが女王だった頃の話。そしてエリザベスが王位についた時、それまで弾圧されていた国教会の信徒による旧教徒狩りという名のリンチが始まった。その標的が夫殺しとして糾弾されたジェフリーの母親よ。結果彼女は体の自由を失い寝たきりになってしまった。ひどい。時折トマソン先生や母方のおじたち、神父様が様子を見に来たらしいけど、それ以外はずっと幼いジェフリーが世話をしていた。でもそんな生活がいつまでも続くものじゃない。おじさんたちはなんで二人を引き取らなかったの？悪名高い妹を助けたら自分たちも標的になるのではと危惧していたんじゃないかしら。私たちの世界とは違うのよ、カイト。こちらでは命の価値がとても低いの。もちろん殺人は罪だけど、大義名分があればむしろ奨励されることもある。教会の人たちが先頭に立って敵を殺せとわめいている時代だもの。幼い子供が腹をすかし冬空に凍えている。胸が痛いよ。
本当なら彼の方こそが面倒を見てもらう年頃なのに、ジェフリーが無神論者になるのも当たり前だね。助けてくれない神様なんていないも同じだよ。髪を拭いてあげるから、そこに座って。お母さんが亡くなった後、ジェフリーは餓死寸前に陥った。幸いトマソン先生が遠縁のワッツ船長を探してきて事なきを得たの。それからの人生はあなたも知っていると思うけど、彼が生き残ったと知った時、罰の悪い思いをした人間は少なくなかったわ。私もその一人よ。だってそうでしょ、間違いなくジェフリーは覚えているもの。トマソン先生とワッツ船長以外に自分を助けてくれる人がいなかったこと。俺だったら耐えられない。ええ、ジェフリーは強いわね。辛い目にあっても誰かを恨んだりしないし、誰かのせいにもしない。あなたの病気のことも冷静に受け止めているわ。私があなたを連れていくって話になった時だけはブチ切れたけど、まあそれぐらいしてくれなきゃ、冷静を通り越して冷たい人ってことになっちゃうし。あ、心配しないで坊や、どう考えても彼はあなたに夢中よ。心配なのはナイジェルだよ。なんだか話がそれちゃったけど。あ、そうだったわね。はあ、あなたも見張られているようで気が休まらないと思うけど、好きにさせておくしかないんじゃないかしら。うん、多分彼も分かっていると思うわ。自分が味わっている恐怖にこれといった根拠はないって。よくわかるね。私にも覚えがあるからよ。いつも落ち着いているのに人は見かけによらないな。見たまんまの人もいるけどね。大抵は話してみないとわからないし、何度話したところでわからない人もいる。出会いというのは新たなる発見よ。だから面白いんじゃない。中でもあなたとの出会いは特別だったよ。ええ、私は心からサムを愛しているし、彼も大事にしてくれる。でもそんなサムの前でさえ自分のすべてをさらけ出すことはできない。だからいつも飢えるように願っていたわ。もう一人あのドアをくぐってこちらの世界に来てくれる人はいないかしらって。もしかして俺はその願いに呼び寄せられたとか。つまりすべての元凶は私だとしても責めたりしないよ。あなたに会えてよかった。一番会えてよかったと思うのはジェフリーでしょ。うん、こっちに来なかったら絶対に会えなかった人だ。そう、運命の相手よ。そういえばあれからケルト歴について調べてくれた？ええ、イーディスのことは話したわね。リリーがこっちの世界に来たばかりの時お世話になった人でしょ。じゃあセントジョンの祝日前夜に薬草を摘みに行くって習慣のことは？その夜に摘むと効き目が強くなるってやつ？それよ。でも敬虔なクリスチャンだったにもかかわらず、イーディスは決まって6月20日夏至の前夜に取りに行っていた。チーズやエールを作る時も独特の習慣があったわ。必ず満月の夜に仕込みを始めるの。理由を聞いたらその方が発酵が盛んになるからですって。これって何を意味していると思う？わからない。敬虔なイーディスの日常はキリスト教が入ってくる以前の習慣に従っていた可能性があるんじゃないかってこと。魔女と疑われる理由にもなった真夜中の労働とかね。そうか、ゲールの一日は日没から始まるから真夜中にエール作りをしても不思議はないんだ。そう、キットがあなたにした話を聞いて私もピンときたわ。つまりイーディスの生活にはキリスト教とは別の暦の影響があった。それはグレゴリウス暦ではありえないし、ユリウス暦でもない。ゲール人のものだった土地で代々生きてきた人々の記憶の中だけに残る暦よ。じゃあ妖精の時間もユリウス暦ではないと考えた方が自然ね。だとすればカズヤは間違っている。だとしても大事には至らないわ。彼が法の丘に行っても何が起こるわけでもない。しばらくの間挫折感を味わうくらいよ。そうか、
結局ケルト歴の知識がないとトンネルが開く正確な日は突き止められないんだね。問題は他にもあるわ。まだ？多分あなたがトンネルを通ったのは妖精の時間の下手だと思う。でも私はどうしても規則性が見つからないのよ。私のケースではとっくに下手は通り過ぎていたし、終分にはまだ遠かった。付近にこれといったイベントもない。それでもドアが開いた理由は何？もう少し掘り下げてみる必要があるわね。そうだね。それに俺はカゼがこっちに来るのを止めたかったんだから、しばらく来られそうにないってことが分かったのは良かった。あ、ていうか安心した。彼はケルト歴のことに気づくかしら。いずれはね。カズヤは俺なんかよりずっと頭がいいし粘り強いんだ。一度失敗したぐらいじゃ諦めないと思う。きっと何がいけなかったのか分析して次の機会を待つよ。すごい子ね。うん、自慢の友達だ。厄介だけどちょっとだけね。なんとかしてカズヤのタイムスリップは阻止しなきゃ。やってきた時にはもう俺は存在していないかもしれないんだから。今回の不始末は私めの不徳の致すところであり、面倒さ殿には何ら関わりのないこと。故に攻めはこのレイバ一人。陛下、レイバ殿は誤解なさっておいでです。誤解だと？さようでございます。陛下からお預かりした海藤統合を海賊どもに強奪されたのも私の罪ならば、ラウルデトレドの正体を見破ることができなかったのも私の咎。一旦は捕らえたトレドの護送中脱走を許し、挙句の果てに行方を見失ったことも全てこの身の愚かさ至らなさが招いた主義でございます。トレドを逃がしたのは奴と結託していた我が家中の者だろうが。私が見張りの数を考慮していればそれも起こらずに済んだことでしょう。だったら数を増やせと進言しなかった私にも罪はある。その方ら競争ならば別のことでするがよい。はあ、しかしこの一点だけは譲れませぬ。トレドの逃亡を許した件の責任は間違いなく私が取るべきものなのですから。トレドのような人間がのうのうと生きているのに他人を陥れることなど思いもしないカイトの命は尽きかけている。それを思うと忌々しいトレド同様神の不在を信じたくなってくる。主よ、なぜマリアをあんなにも早く召されたのです？そしてカイトをも。教会は罪悪に満ちた現世よりも天国の門をくぐった方が幸せだと教えている。ならば人間の生まれてくる意味は何なのだ？天国へ到達するまでのつなぎに過ぎないのであれば、この人生に全く意味はないのだろうか？天国に行かなくてもカイトと共に過ごした日々は幸せだった。あの幸福を失った今、どうやって辛いばかりの現世に耐えていけばいいのか？アロンソ、その者の他にトレドの行き分かりはおらぬのか？はい、領地に戻り調査いたしましたが疑わしきものは見つかりませんでした。それは頂上。今やそちとトレドはフグ大天の敵同士、その配下が城内をうろついているやもしれぬとなれば、おちおち留守もできなかったであろうからな。しかし今後も用心は怠らぬように。御意。して私めへのお咎めは？そもそもトレドを泳がせておったは余だ。うさんくささは感じていたものの、ここまで国家にあだなすものだということは見抜けなかった。その方らを罰するなら同じ咎を持つ世にも罰を与えねば公平とは申せまい。だが王の誤りを正す権利をお持ちなのは天に増します主のみ。よってこの仕置きは最後の審判の時まで保留とする。陛下のお慈悲に心より感謝いたします。次にカイトの件だが、これについても罪は問わぬ。なぜでございます？たかが奴隷を強奪されたぐらいで
そなたを厳罰に処したりなどしてみよう。カイトとは一体何者であったかと、いらぬ詮索を招くだけだ。しかし、私はカイトを保護せよというご下命に背き、彼を。やめろ。陛下に反論するなど無礼極まりない。それは重々承知いたしておりますが、陛下への配信を秘匿したまま平然と仕えられるような厚顔さも持ち合わせておりません。私は彼の逃亡に目をつむりました。恐れ多くも陛下のご信頼を裏切ったのです。かような不忠をお許しになっては陛下の御ためになりません。真に不忠なる者は世のためになるような事柄は一切口にせぬし、自ら配信を告白したりもせぬものだ。そなたは時折いかんともしがたい愚かさにとらわれることがあるらしいな。カイトの件しかり、今もまたしかり。ですが陛下、私は。カイトの取り調べはほぼ終了していた。合わせてイングランド戦に役立つ情報も得られたゆえ、その用は十分果たしたと言えよう。これからもそばに置くと陛下は仰せられました。正直に申せば少々学祭に未練は残る。だがビセンテ、そなたと引き換えにするほどではない。それにカイトの病のこともアロンソから聞いておる。陛下、我がスペインが戦うはイングランドだけではない。今々しきネーデルラントやその敵と手を組む国内の裏切り者どもも倒さねばならぬ。そのような危急の時に忠実なる臣下を失う愚を犯せると思うか。私めのような悪臣には過ぎたお言葉でございます。また言うか。わかった。どうしても罰を与えようと申すのであれば、そなたの船サンティアゴ号を別の者に与えよう。以前の私であれば身を切るような痛みを感じていたはずだ。だが今は何も感じない。軽すぎます陛下。十分だ。そちの顔には愛する者を失って生きることさえ辛いと書いてある。故に世は生きよ、世のために働けと申したのだ。その方がそちにははるかに重い懲罰となろう。見抜かれていた。鋭い観察が、そしてなんと深い思いやり。特進いたしたか。はっ。陛下のご恩情を決して忘れません。存分にお使いください。はやるでない。いずれその時がやってくる。は、少し体を休め、英気を養うがよい。アロンソ、宮廷には不慣れな友の面倒を見てやるように。お任せください陛下。二人とも下がってよろしい。ヒヤヒヤしたぞビセンテ。何がです。自分で自分の首を絞めるようなことを言うな。カイトには逃げられたでいいじゃないか。わざわざ自分が逃がしたではなく。陛下に偽りを申し上げることはできません。やれやれ、命知らずというか馬鹿正直というか救いがたい頑固者というか。面倒を見切れぬと思われたらさっさと放り出してください。陛下には私の不徳の致すところだと申し上げます。心配するな。何があろうと私は決して友を見捨てぬ男だ。疑っているのか。感激するべきでしたか。その調子。私はずけずけ物を言う君が好きなんだ。懲りない男だ。話は変わるが、陛下に提出した報告書にも書いたんだが、トレドの犬を覚えているか。リスボンで陛下の船を作っている船大工だ。彼がどうか。トレドが行方をくらまして間もなくあいつも姿を消したそうだ。主人に呼び寄せられたのか、それとも自ら首輪を噛み切ったのかは不明だが。ファン・グリフス、理由は不明だが、トレドは自慢げに言っていた。ファンが自分を裏切ることは決してありえないと。
おそらく前者ですね。逃げを押せる目処がついたので呼び寄せたのでしょう。トレドが一目を置いているし、信頼も寄せている男のように見えました。ただの船大工とは思えんな。確かに得体の知れないところがあります。ネーデルラント人の彼が憎いはずのスペインのために船を作ることを承諾したのはなぜかとか。トレドがどうやって彼を口説き落としたのかも興味があるな。しかしそうなるとカイトの身にも危険が及ぶかもしれないぞ。どういうことです？君も私もトレドという人間を嫌というほど知っている。その根性の悪さをな。ああいう男が自分に一杯食わせたカイトやロックフォードをそのままにしておくと思うか。復讐を目論むと。あんたが一体どんな手を使って。自分が動くと我らが陛下の目に留まる可能性がある。トレドもそれは避けたいだろう。私が思いついたのは、艦長としてのツテを利用してウォルシンガムにカイトの命と引き換えにスペインの艦長になった男たちがいるぞなどと嘘の密告をして逮捕させるという手だ。あちらの秘書長官殿はカイトを消したがっているから、嘘だと分かっていても話に飛びつくだろう。大いにあり得る話だ。そんな目に遭わせるために逃がしたのではない。カイトに危険を知らせる術はないものか。だが手紙などを出せば、それを根拠にやはりスペインの艦長だったという話になりかねない。一体どうすれば。私には何もできないのか。手元に置いておいた方が良かったんじゃないか。いいえ、私がカイトを逃がしたのは彼のためを思ったからだけではありませんよ。どういうことだ。カイトのためと言い切るのはあまりにも偽善が過ぎます。私は弱い人間だ。彼が亡くなるところなど見たくない。そんなことは耐えられない。だからイングランドに行かせたのです。最後の時を目にしていなければ、私はカイトが生きていると思っていられる。幸せに暮らしているという幻想を抱いていられる。私自身、あまりにも利己的すぎると思わずにはいられませんが、あの時の私は、そんなことはない。あなたに何がわかるんです。もちろんわかると思う。そうではないことはそばで見ていた私が一番よく知っている。あまり自分を痛めつけるな、ビセンテ。それよりちゃんと思い出せ。カイトは喜んでいたじゃないか。心からの笑みを君に送った。あれこそが君の成し遂げたことだ。いつも見たいと願っていたカイトの笑顔、その最後の輝き、忘れられない。忘れたくない。だが思い出すたびに胸が引き裂かれるようだ。せめて無事を祈ろう。そして君が守った彼の幸せを。今口を開くとおえつを漏らしてしまいそうだ。だがスペイン男が人前で泣くわけにはいかない。特に気に食わないこの男の前では。いつも通りの普通の朝、窓辺に座ってチェス盤を見ながらナイジェルが持ってきてくれたカモミールティーを飲む。カイト、息ができない。苦しい。大丈夫かカイト。リリー、来てくれ。リリー、どうした。ナイジェル、早くベッドへ連れて行け。リリーを産んでくる。ナイジェルの震える声、スイフたちを怒鳴っている時とは大違いだ。顔まで真っ青にして。どこにチェスの駒があったか覚えてる。ああ、
ちゃんと戻しておいてやる。明日からまた続けよう。ズルしないでよ。当たり前だ。呼吸が楽になってきた。こんなにたくさん息を吸い込むなんて、海に潜る前みたいだ。発作の間隔が短くなってきているのはあんただって分かってるだろう。静かにしろ。カイトが起きる。リリーはよくやってくれている。打てる手は全て打ってくれているんだ。その上で起こる発作は諦めろと。そうだ。よくもそんな冷酷なことが言えるな。彼女も万能ではない。あのまま気を失って。カイトが嫌がるだろう。彼女は素人だぞ。カイトは信頼している。俺は信用していない。騒ぎたいなら外へ行けよ。ジェフリー。悪い、起こしちまったか。うん、ちょっと前から起きてた。今日のは苦しかったな。いつもと同じだよ。朝は調子がいいことが多かったからちょっと驚いたけど。そうか。ジェフリーは苛立ちをあらわにすることがなくなった。今もナイジェルと同じぐらい頭に来ているんだろうけど、感情を爆発させたところで俺を困らせるだけだって知ってるんだ。リリーを呼んでくる。起きたら飲ませたい薬があるそうだ。ジェフリー。すぐに戻ってくる。分かった。つい手を掴んでしまった。もし誰もいない時に発作を起こしてしまったら、血の塊が喉を塞いでしまったら、そのまま死んでしまうかもしれない。強い人間になりたかったのに、弱くなる一方なのが悲しい。自分の足で立ちたいのに、ジェフリーにすがってばかりなのが悔しい。リリー、少し顔色が戻ってきたわね。さあ、これを飲んでちょうだい。何の薬？貧血を改善させるものよ。食欲が落ちると血液の状態も悪くなるから。ひどい味。口直しにジョーの作った菓子はどうだ？お菓子？うん、なんとお前さんの話を参考にしてウェハースを作っちまった。まだ味見は許されていないが、見た目だけならそっくりだぞ。すごい。リリー。構わないわよ。私もご商売に預かれるなら。では取ってこよう。リリー、発作の感覚が狭まっているってみんなも気づいてる。ええ、ナイジェルの声が聞こえたわ。あれって私に聞かせたくてわざと思いを出しているのかしら。違うよ。怒っている時はいつもあんな感じ。彼の気持ちもわかるけど、目に見えて病状が好転しないと一体あの女は何をやってるんだって疑わしくもなるわよね。ジェフリーがちゃんと説明していたよ。あなたは打つ手を全て打ってくれているって。ありがたいわ。彼を味方につけておいて正解ね。出なきゃとっくにお屋敷から叩き出されていたはずよ。薬草を使った治療はこれが限界だってことも分かってる。この先病状は悪化していくってこともね。だから教えて。あとどれくらい？私は素人、本職の医者じゃないの。そんなこと分かるわけがないわ。大体でいいから。なんでそんなことを聞きたがるのよ。今までは極力避けていた話題じゃない。心構えをしておかないと。そんなのできっこないわよ。
16世紀の男たちを見習いなさい。限界を作っちゃダメ。挑戦者の心を忘れないで。わかるけど、フットボールの試合と同じだよ。ロスタイムまで入れてあと何分あるか、それで攻撃方法も変わってくる。俺も簡単に負けるつもりはないから。だから本当に知らないのよ。でもこのまま解決が続いたら、半年、1年、1年以上は持たない。そっか。覚悟をしていたはずなのに手が震えてきた。もうバカなことをして、自分のことを分かっていないのは子供の証拠よ。すげえ怖い。うん、死にたくないよ。一つだけ助かる方法があるわ。ドアが開く日を突き止めて元の世界に戻るの。元の、またタイムスリップするってこと？そうよ。あっちにはストレプトマイシンがある。私がいた頃より医学は進歩しているでしょうから、もっと優れた結核治療薬もあるかもしれないわ。それを使えばあなたは治る。なすすべもなく死の訪れを待たなくてもいいのよ。21世紀に帰る。ジェフリーを残して。ダメだ。なんてよ。ドアが開く日を突き止められるかどうかわからないし、分かったとしてもその日まで体が持つ保証はないじゃん。そんなのやってみなきゃ。もうジェフリーのそばを離れたくないんだ。万が一戻れたとしてもまたこっちに帰れる保証はないし。帰る。ここが俺の居場所なんだ。ずっと探していてようやくたどり着いた。俺ヴィンセントにも言ったんだよ。ジェフリーと一緒じゃなきゃ死んだも同然だって。21世紀に戻ってもジェフリーはいない。それなのに戻る意味なんてあるのかな。前にあなたも言ってたじゃん、頬の丘には行かない、うっかり妖精の輪を踏んでサムと別れたくないからって。確かに言ったわ。あなたの気持ちも理解できる。でも生きていてほしいの。優しいリリー、出会えて本当に幸運だった。ここで頑張るよ。みんなのそばにいたいんだ。真夜中か。あれ？でもここ俺の部屋じゃない。頬の丘の上、芝がきれいにならされてる。あっちの21世紀の座法だ。これはいつもの夢なら近くに和也がいるはず。待ちなさい、和也森崎。和也、それと確かリバーズ刑事。カズヤ、髪が伸びて輪郭もシャープになった。間違いなく身長も伸びてる。刑事さん、どうしてここに？週末でもないのに君がプリマスに来ていると図書館から連絡があってね。ああ、あそこの秘書はあなたのスパイでしたっけ？ベイカー城は君のことを心配しているんだ。あまりにも思い詰めた顔をしていると。同じものを見ていてもどう見えているかは人によって違うというのは本当ですね。僕はもうここに来ることもない、苦悩の時は終わったんだと実にサバサバした気分でいたんですけど。もう来ない？ええ、図書館ともあなたとも今夜でお別れです。何をするつもりだ？ちょっとした旅を。妖精の輪をくぐって。妖精？ベイカー城が君がケルト民族についての本を読んでいると言っていたが。民族自体に興味はありません。
用があったのは彼らの暦です。ケルト暦、まさかカズヤはもう暦。妖精たちがまだこの世界を飛び回っていた頃の人間が使っていたものですよ。最初はユリウス暦で計算してみたんですけど、すぐにローマ軍が持ち込んだものでは新しすぎるということに気づいたんです。だからもっと古い暦を探すことにしました。面白そうな話だ。近くのパブに行ってゆっくり聞かせてくれないか。ノー、あなたに付き合っている時間はありません。そう言わずに。あなたにも誰にも邪魔はさせない。僕は行くって決めたんです。だからどこに。カイトのところに。あ、カズヤの背後にぼーっと光る白い輪が。なんだ。まだやっぱり今日だったんだ。ついにカズヤを見つけてしまった。トンネルが開く日を。ダメだカズヤ、来るんじゃない。俺の声が届かないんだ、触ることもできない。なんでだよ。どうしたら止められる。どうすれば。カイト、カズヤ、行くな。待ちたまえ、まだ捜査は打ち切っていない。カイト統合の行き先を知っているのなら署まで来てもらおう。話せ、あんたに付き合っている時間はない。今行くよカイト。カズヤが輪の中に。もう止めることはできない。来てしまう。カズヤも16世紀に来てしまうんだ。これは。消えた。光の穴の中に。カズヤ、どこだ。カズヤ森崎。引かないと。おい、動け、動けよ俺の足。早く頬の丘に行かなきゃいけないんだ。俺と同じように今頃頬の丘で倒れているはずだ。リリーみたいに骨を折っているかもしれない。早く行ってあげないと。夢から覚めたんだ。待ってるわカズヤ、今行くからな。見張りがいない。よかった。このまま表門から外へ。どこへ行くカイト。ジェフリー、どこに行くんだと聞いている。話せよ。行き先を言えば話してやる。炎の丘。何のために。とにかく行かなくちゃいけないんだよ。行き先を言ったんだから話して。はい、そうですかと黙って行かせるわけがないだろうが。オルシンガムの手下どもに見つかったらどうする。夜だから気づかないよ。俺は気づいたぞ。今で酒を飲んでいたら窓の外をこそこそ歩いている奴がいることにな。こうしている間に別の人間が風を見つけてしまったらどうしよう。俺を最初に発見したのもジェフリーじゃなくビセンテだった。カズヤが見知らぬ人間とどこか行ってしまう可能性もある。何を騒いでいるの。リリー、カイト、一体ここで何を。お願い、頬の丘に行きたい。行かなくちゃいけないんだ。トンネルが、ドアが開いちゃったんだよ。あいつがとにかくジェフリーに行くのを許してくれるようにあなたからも頼んで。まさか本当に。仕方ないわね。このままじゃ絶対ベッドに戻らないわ。船長さん、あなたが連れて行ってやってくれない。頬の丘に何がある。知らない。何を言っているのかもはっきりとわからない。ひどく興奮しているってこと以外はね。馬を貸してくれたら私もついていく。途中で何かあった時のために。帰ったらすぐに寝るんだぞ。サンキューさ。馬を用意してくるから待っていろ。リリー助かるよ。あなたみたいにカズヤも怪我をしてしまっているかもしれないし。怪
ね。本当に来てるの？夢で見たんだ。カゼが妖精の輪をくぐるところを。向こうは何月何日だった？この前の夢じゃ春分の日に目標を定めてたみたいだけど。そう、早く会ってみたいわ。俺も。来させたくはなかったけど来てしまったんだからしょうがない。はあ、早く顔を見たい。いろんなことを話したい。きっと驚くだろうな。カズヤの耳に入れられるのが楽しい話だけならよかったんだけど。宝の丘に対するカイトの執着は度を越している。一体あそこに何がある？ナイジェルは落とし物を探すためだと言っていた。だが何も見つからなかった。では今度は何を見つけに行く？いや、もしかしたら落とし物などではなく単に宝の丘に行くための口実だったのかもしれない。問題はそこまでして行かなければならない理由だ。わからない。なぜ言わないんだ？面白くない。恋人に隠し事をされたらいい気分はしない。しかも別の人間がその秘密を知っているらしいとなったらなおさらだ。リリーも目的はわからないと言っていたが何かを隠しているような気がする。それもカイトと示し合わせだ。カイトは骨張ってきている。日一日と弱っているんだ。だがどうすることもできない。カイトが発作を起こすたび己の無力さを思い知る。どこにも行かないでくれ。何？しっかり捕まっているか確かめただけだ。ずっとこうしていたい。一時も離れたくない。だがカイトには別の考えがあるように思える。それが寂しい。どう？着いたぞカイト。宝の丘だ。カズヤ！カズヤ？確かカイトの親友の名前のはず。だがなぜ？ダメよカイト、走らないで。リリー、カズヤというのは？知らないわ。待ってカイト、私丘を歩き回るのは嫌。怖いんだって言ったでしょ。カズヤ、どこだ？どこにいる？カズヤ、カズヤ、カズヤ！カズヤ、カイト、何も起こらないわ。もう朝よ、空が白み始めてる。どうして？どこにいるんだよ。状況は俺と同じだった。ただカズヤは回ってたけど、もしかしてトンネルの中で何か。本当の夢だったんじゃないの？でも、あるいはあなたが以前に教えてくれた平行宇宙よ。夢の中で覗き見る別の世界の自分、別の世界のカズヤ。そんな、その平行なんとかというのは何だ？一体何の話をしてるんだ？分かるように説明してくれ。カイトの国に伝わるおとぎ話よ。この宇宙には私たちが住んでいるような世界が無数にあるんだけど、互いに気づくことはできない。ただ夢を見ている時だけは二つの世界を隔てている壁を通り抜けることができるというお話。おとぎ話というだけあって確かに現実味がない。だがカイト、カズヤというのはお前の親友だろ。ジパングにいるはずの彼がどうしてここにいると思うんだ？そうだよね、ごめん、夢だったんだ。ずっとそ
それなのに俺はずっと本当にあったことだって。カイト、どうした？何を泣くことがある？お前の涙を見るのが一番苦手だ。船長さん、来て。実は昨夜いつもよりも少し熱が高かったの。そんな状態で外出させたのか。大丈夫よ。屋敷を出る前にはもう下がっていたわ。問題があったのはその前。前？ええ、おそらく彼は熱のある時に現実のような夢を見て、カズヤって友達がこちらに来ていると信じ込んでしまったんでしょう。だから頬の丘に来たかったんだわ。いくら現実味があるとはいえ夢だろうが、なぜ実際にあったことだと信じ込める？それが洗脳よ。洗脳？夢と現実がないまぜになって何が本当かわからなくなってしまってるの。別に頭がおかしくなったわけじゃないから安心して。熱が高い時には誰にでも起こりうることだから。長く続くのか？夢の世界から戻ってこられなくなることは？いいえ、一時的なものよ。カイトももう正気に帰ってるでしょ。そうか、そうだな。いるはずの人がいない、あるはずのものがない。ちゃんと納得すれば自分が夢を見ていたことを認められる。だから来させたのよ。無駄足だと思っていたけど、そう言ったらあなたは止めるでしょ。だから悪いけど何も知らないふりをしていたの。あんたも知っているだろうが、以前もカイトは頬の丘に来たがった。もしかしたらあの時も専門だったのかもしれないわね。他にも忘れ物があるってカイトは言っていたけど、実際には見つからなかったんでしょ。ああ、ようやく納得できた。カイトがここに来たがる理由を話したがらないわけだ。というか話せないんだろう。自分でもなぜ来たいのかよく分かっていないんだから。そろそろ戻らない？日が昇ったら人目につく可能性が高くなるわ。カイトも休ませないといけないし。そうだな、帰るぞ。うん、今朝は冷えるな。もう冬みたいだ。うん、寒くないか？うん、おとなしくついてくる。昨日の固くなさが嘘のようだ。昨夜は熱が高かったんだって？熱？リリーが言っていた。それで悪い夢を見たんだろうって。ああ、そうだったのか。それで。なんだかはっきりしない返事だな。もう一度確かめてみるか。熱さましも飲ませたと言っていたぞ。それも忘れちまったのか？うん、それは覚えてる。そうだ、マスクしなくちゃね。リリーは薬を飲ませていないはずだ。俺の作り話だからな。なのにカイトは飲んだという。熱があったというのも嘘なのか？リリー。何？いや、なぜ二人して俺に嘘をつく必要がある？嫌な気分だ。嫉妬する必要がないことは分かっている。だが気に食わない。なぜ恋人である俺よりもリリーの方がカイトのことを知っているように思えるんだ？言葉にしない思いまで互いに読み取っているように感じるのはなぜだ？わからない。カイト。何？ジェフリー。充血した瞳、ひどく疲れてもいる。今はこれ以上カイトを煩わせられない。帰りは抱いていってやろうか？そうしようかな。後ろだとうっかり居眠りをして転げ落ちちゃうかもしれないし。よし。同じ石鹸水を使っているのに微妙に異なった香りのする髪、カイトの匂い、手のひらから伝わるぬくもり。ああ、そうだ、どんな秘密があってもいい。
何をしても構わない。カイトがすることならどんなことだって許せる。そう、こんな風に俺に寄り添っていてくれるなら。